ここが客室ですね。まだヒロポンはついてねえな。ちょっと空港まで迎えに行ったるか。空港まで迎えに行きましょう。おヒロポンさん、お疲れ様でございます。お疲れ。飛行機楽しかった？マジでしょんべんちびるかと思いました。怖かったか？怖かったです。もう離着陸の時にフラップが出るじゃないですか。そうそうそう、怖い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 。ガタガタガタ。あの着陸してさ、さあガガガガガガガってきた時が一番怖いな。このままあの前方に突っ込むんじゃないかとか、なんかいろいろ想像しながらギュッと座席を握って。わかるわかる。もうギュッと持っちゃうもんね、ひじかけ。とんでもないから。自分かと思いましたよ。でも明日もまた飛ぶからね。怖いな。明日ジェット機やったやろ、来る時。ジェット機でした、ね。明日プロペラ機やから、もっと怖いよ。狭いし揺れるし。とんでもないから。なんか目で見ててプロペラがボコって取れたみたいな、事故とか。そんなもんみんな飛行機乗る前にかかんで。いやあかんすね。じゃあちょっとまた宿取ってあるから、ありがとうございます。宿行こう。てか飯食うか。う、飯食いましょう。お風呂に入りました。もう明日早いんでね、さっさと寝ます今日は。ヒロポン起きられるかいな。じゃあおやすみ。ピー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 。おはようございます。やったるで今日は。絶対取ったるで。今から対馬行くわ。ちょっとヒロポンと合流して。おはようヒロポンさん。おはようございます。寝れた？そうですね、9時から2時ぐらいまで。結構早起きしたね。5時ぐらい、5時間ぐらいしか寝てないです。気持ちがね、高ぶって。そっか、遠足前やもん。遠足やもんね。わざわざね、履き替えまして。お、ほんまや。バトンスーツ。わざ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 サンダル履き替えて。お前、お前寿司も舐めとんのか。お前気をつけろ。お前マダニとかおるかもしれんのやから。地下鉄乗って空港行くよ。空港着きました。あー、いいな福岡空港。なんか空が見えるからさ、なんか今から空に行くんだっていう感じがするよね。これだよ、プロペラ機だよ。なんだこれ。来ましたね、対馬。初対馬だろ。初、人生初ですよ。やったなぁ。出るかお前。うわぁ、海だ、海。海。対馬の海だ。すげぇ。これが対馬だ。これが対馬か。もう漏らしそうです、本当に。あ、お前漏らすな。これレンタカーやから。レンタカー危ない。あの東横イン、あれが今日の宿なんですけども、あれ対馬で一番高いビルやから14階建ての対馬唯一の14階建てってじゃらんで予約した時も書いてあったから、アピっとったからさ。あれが対馬で一番高いビルよ、東横イン。そう、あの辺文明の中心やから。マジでここ伊豆原っていうんやけども、伊豆原ってね、対馬で一番栄えてるんですよ。この辺りが一番栄えて、一番人口が集中しとって、行政機関とかもいっぱいあって、一番の都会、これが対馬一の都会ですよ、ここは。14階建てのビルもあるから、ね、すごいっしょ、対馬。ここなんやよな、朝鮮豆半妙捕まえたの。そう、今回はね、朝鮮豆半妙を探しに来たんですよ。おらんかな。ありゃカメムシだな。やばそうな毛虫が大量発生してる。ヒロポンさん、これ茶毒ガンじゃねえの？これ毛飛ばしてません？これ大丈夫ですか？これ近づいたらあかんやつや、これ。ヒロポンさん、これ
茶毒蛾だよ、茶毒蛾の幼虫だよ、これ椿だろ、これ割とガチで、うん、ガチであかんやつだこれ、あかんでこれ、あのね皆さん、これこの毛虫はね、ガチで近づいちゃいけないやつですよ。虫って基本的に触んなかったら蛾いないんですけども、こいつはねもう近づくだけでも危ないですからね。これ茶毒蛾っていう毒蛾科の蛾の幼虫なんですけどね、これわかるかな、この毛もっさーってしょるやろ、これ毒毛なんですけどね、これ風に乗って毒毛が飛ぶんですよ。ですからこの周囲ね浮遊してるんですね、毒毛が、あの抜け毛が、この毛虫ちゃんたちから抜けた毒毛がもうふわっと浮遊しとんの、だからもう近づくだけでも危ないの、これあの唯一近づいたらあかん毛虫、日本でマジで危ないですからね。基本的に毛虫なんて触らなかったらいいって言ってるんですけども、これは近づくだけでアウトのやつです。危ないですよ、ひろこさん逃げよう、ちょっと逃げよう、危ない危ない、こっちまで来たらもう毒も届かへんやろ、ちょ危なかったね、ひろこさん、あれ、いや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 、ここにも、うわ逃げた先にもった、逃げた先にもいます、うわうわ姫赤盾がいますね、うーわ、またおった、ほらいっぱいおるって、えぐー、ちょっとこの辺さ、なんか椿っぽい木がいっぱい植わっとるからさ危ないんだ、うーわ、七星テントおる、えらいちょっと赤みの少ないやつですね、オレンジ、オレンジだな、ですが、これあの、知りませんけど、あっちに犬のうんちが放置されててめっちゃ臭いんですよね、くっせえくっせえ、うわ、くさ、皆さんね、ワンちゃんのうんちはね、ちゃんと処理してくださいね、散歩するのはいいんですけども、ちゃんと処理してください、臭いんで、うわまた一歩おる、やば、のしゃま手かゆいんか、なんか気のせいかもしれないですけど手のひらがかゆい気がする、やばいな、プラシーボ効果かもしれんな、うわー、クヌギ枯葉のちっちゃい幼虫がいますね、これ皆さんこれね猛毒なんで触らない方がいいですよ、茶毒蛾もやばいですけどクヌギ枯葉の幼虫もやばいですね、でもこれは別にあの触らなかったら害ないんでまだ良心的ですよ。あんなところにマイマイガの幼虫がいますね、去年はねこれがいっぱい発生してたんですよ、危ない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 、おお、私の指を避けるように登っていきますね、これは柏マイマイの幼虫ですね、これもねこれぐらいのサイズになってくるともう毒はありません、危ない危ない、うわー危ない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 、全然おらんやヒロポン、でも絶対いると思うんですよね、時期的には、まあ、多少遅くても、ね、そう絶対1個体も生き残ってないなんてないですから、最初出てくるのが早かったとしても時期的にな、例年いつも絶対な出とるはずやからな、例年はちょっと早いぐらいやからな、一匹もらうなんてことはないやろ、あっ、おった、おった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 、ほらほらほら、あ、いった、ヒロポンさん、あれっすよ、あれ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 、うわ、呼吸する芸術がいた、あれ、朝鮮豆半妙水、ヒロポンさん、あれあれあれ食ってますね、なんかガリガリ、ネムの、ネムの新芽を食っとるな、他におらんかな、 あいつだけか、ちょっとパッと見あいつだけっぽいですけど、うん、あの触覚ある、オスっぽいな、オスってことは周りにメスおらんかな、触覚は中ほどがプッて膨らんでるからさ、あれオスだ、あ、こっち来た、こっち来た、あ、来た来た来た、ちょっと確保しますか、とりあえずあいつだけでも確保するか、1個だけ確保、危ない、よし、捕まえた、よし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 、よっしゃ、よかった、あった、対馬来たか、やったわ、これでもうね報われましたね、報われたね、うわ、簡単に陣出しますよ、これ毒あるんでね、もう毒まみれだ、もうすでに、すでに毒まみれだよ、これオスですね、触覚は中ほどが膨らんでるんで、これ男の子ですね、よし、遠近感に入れよう、よし、確保、確保、あ、やった、動き早いですね、早いでしょ、だから手離さんだだよ、よっしゃ、確保、確保じゃ、あんなとこおるよ、またヒロポンさん、あれあれメスだな、あ、本当だ、あんなところにいる、うわー、ちょっとあれはでもちょっと手が届かんな、ちょっと頑張ってみますか、アミやったらフェンス越しにいけるやろ、やれ、あれ、パッと下からパッといけ、下からパッといけ、やれ、いったか、いった、いった、いったいったいった、おお、取れとる取れとる、よっしゃよっしゃ、ね、ナイスナイス、うん、そうだよそうだよ、そうですよ、そうだな、お前調整初ですわ、調整もあるんだよ、この辺り念入りに探していきましょう、固まっていることが多いんでね、一匹いたら何匹か取れる可能性ありますので、フェンスの裏側に回り込みまして、もう忍者のように行きますからね、あ、早速、あ、これブリブリじゃん、ブリ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 、おいし、やった、キョメス捕まえた、こっちにもいますよ、マジで、マジで、ほらほらほら、オスですねこれ、多分ブリブリじゃないかな、おー、食っとるね、葉っぱ食ってますね、こっち、おるやんけ、男は手よ、鬼の手で、よし、やったよ、いやー、朝鮮豆半取りましたね、
かっこいいっしょ、朝鮮豆歯が黒くて。危ないっすよ皆さん、これ毒あるんでね、本当はねこれ素手で触んない方がいいんですけど、ちょっと手袋を出すのめんどくさいんでね、手でやってます。私かぶれたことないんで、体質的に多分大丈夫な人だと思いますのでね。よし、ふいかご、でかいっすね。でかいなこれ、ブリブリじゃん。ほっ、あ、逃げる逃げる、危ない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 、よっしゃー、確保。これでかいよ、いやでかい、うわめっちゃ毒液出てる、立派なオス。おらぬのか、おらぬのか、おらぬのか、うわ怖いな、ちょっと危ない。あ、おった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 、あ、交尾しようと、あ、ここここ、あ、おるおる、何匹か固まっておる。ちょ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 、よし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 、でかいでかい、うわでかっ、でかないですか、巨大巨大巨大、いけ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 、しゃ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 、でかいぞこれ、大物やヒロポン、いけ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 、パッと挟んじゃい、あらい、よっしゃー、でかっ、他のと比べてくださいよ、めっちゃでかいのが、でかいな、圧倒的バゲモンみたいな、圧倒的存在感やな、俺やないか。忍者のように探していきましょう。ここ危ないからね、この斜面が。まあ別にこれ立ち入り禁止ってわけじゃないんですよ、ただ危ないからフェンスがしてあるだけでね、もう入ってよくて物理的に入れるとこだったらもうどこにでも行きますから、虫取るためだったらね。これめっちゃ痛かったっす今、ああ危ないよ、いこれ、あ、これも朝鮮豆半妙だ、でかい、でかい、おっきいおっきいおっきい、この子でかいよ、ほら、うわでかいでかいでかい、地面歩いとった朝鮮豆半妙が、うわやば、こんなにいるんですね。うーわ、なんかこの毛虫いっぱい、なんか白いのついてる、これ寄生虫か、あ、違う、これフサじゃん、毛のフサだわ、これ毒ガの幼虫だな、毒ガの仲間だな、何毒ガか分かりませんけど、毒ガ科の幼虫ですね、触らんとこ。タクトリムシがいますね、何枝尺だろうな、結構これ大きくなりそうな雰囲気がありますね、大型の尺がですね、ほら枝みたいですけど場所が悪すぎて枝に見えませんね、残念ながら。アミアゲハがいますね、すごい、こいつ逃げんな、ほら、わかります、あの羽綺麗でしょ、アミアゲハ、まあ対馬でもね、どこにでもいるもんですけども綺麗でしょ。マメコガネですね、これはあのブドウの葉っぱを食べております。あ、カミキリムシがいますね、あれは黄色トラカミキリだな、これね、倒木なんですけど、何の倒木かちょっと分からんけど、この倒木に卵を産みに来てるんですね、なんかちらほらゴキブリみたいに張ってるんですけど、カミキリムシです。あ、交尾しとるな、あの奥の、ほら、あれ、交尾してますわ、ほら、取れたか、取れた、よっしゃよっしゃ、いったよっしゃ、ヒロポ、あ、でかい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 、ブリブリや、これブリブリやん、ブリブリだ、これブリブリやん、うわでっか、見てください、このでかさ、ちょっとボロいけど、ブリブリですね、モンキアゲハ、やったやったでっか、あブリブリでかいわこれ、うわやったな、よかったな、取れて、やったボロいけど、やったこれ、でかいわ、あんたクソでかい蝶々、ほら、いややった、初めてモンキアゲハ、あんまり見たことないんですわ、僕の住んでる方あんまりいないんですよ、やったじゃん、やりましたね、なところにシャクトリムシがおりますな、あれ、あのあっちがお尻側で、あそこにイボ足があるんですけどね、あの腹脚って言うんですけど、あれ普通4対あるんですよ、ガの幼虫ってね、でもこのシャクトリムシはね1対しかないんですね、ういうわあ、すごいすごい、くねったくねった、ほらくねったくねった、これ警戒しとるな、警戒して威嚇してるんですね、これもぶら下がってます、うわちょっと私の気配を感じただけでね、こうフリフリしだしましたね、めっちゃ警戒してますね、ほらプルンプルンつって、プルンプルンつってね、これね、なんでこんなことするかっていうと、こうピュッピュッピュッってね、ヒュッヒュッって動くことによって敵を威嚇してるんですね、なんかこうじっとしてたものがいきなり動いたらびっくりしません、それでうおってなるんですよ、でもうおってなるだけなんでね、ただこけ落としなんですよね、ですからね人間様にはもちろん通用しません、こんな獣魂はね、ですからこうやってもう触られ放題、いいように触られ放題になるわけですね、ほらほら危ない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 、うわあ落ちちゃった、危ない危ない、うわめっちゃブルブルする、鳥とかハチとかに襲われた時多分このブルンブルンで、これ警戒しとんだな、コガネグモだな、これバブだな、ちっちゃ、めっちゃバブです、ね、ほらちっちゃい、秋にはこんなになるから、ね、秋にはこんなん3倍ぐらいな、3、4倍になるね、これなんかクモがなんか食っとるな、なんか聖望みたいなの捕まえとるな、このさあゴミの中に光るものってこれ聖望の残骸か、巣の真ん中にね食べかすを貯めて、その食べかすの中に紛れてるんですよ、このクモは食べかすの中に紛れてカモフラしてるんですよ、すごいね、
とっくり鉢の巣があるぞ。とっくり鉢の仲間の巣が、ほらこれ土を固めてね、なんか壺みたいにして、その中にね、なんか芋虫とか買ってきた虫を詰めて卵を産んで、それで最後蓋をしていくんですね、ママが。この中を多分割るとね、いろんな芋虫とかクモとか、そういうちっちゃい虫が出てくると思います。すごいね、よくできて、なんか土器みたいだな、縄文土器みたい。よ、すごいね、こんなイボまで作ってさ、すごくね。ヒロポンさん来ました、俺たちの夕食じゃ、朝食がほら、ね、バケモンバケモン。あ、しかもこれ山わさびよ、着色料入ってるの、本場物のわさび。とんでもない。あとこのうどんがね、うまいのよ。これイカの酢味噌和えか、これ絶対うまい。あと天ぷらとね、食べよう、ね、お腹空いて死にそうな。まずはうどんからね。あー、ママの味するわ。じゃあちょっと魚類をいただきます。うわ、プリプリ、うまっ。これタイですね。でこれイカだな、何イカか分からんけど。でこれヒラマサじゃないか。でこう手前のこれアジですね。これカンパチじゃね、多分。でこれ島アジっぽいな。やばいぞこれ。おじゃさん、おじゃさん、はい、そこお茶ですよ。え、うん、ほんまお茶やん、こっちやわ。お茶です。そう、間違えた。あー、やばい、お茶にめっちゃ油とさ、添加酢入った。あの、取ってなかったですけど、うん、さっきもやってました。どれで味薄いなって思ったわ。マジか、ちょっと疲れとんだな、さっき。疲れてますね。みんなも気をつけて、色似とるからさ。気をつけてください。天中そっくりの色だったから間違えてもうた。腹いっぱい食ったわ。よし、行くか。いかだね、お前らの仲間美味しかったぞ。まだこれがうちの領地だよ。これがお茶さんの対馬。そう、うちの領地だよ。あ、なんかイカスしよう、うちの領地。イカス領地ですね。うわ、これがお茶さんの領土。そう、対馬山です、ね、ここが全部俺のもんだよ。危ない危ない。ちょっと道狭いけどね、うちの領地。すげえ景色、いいすげえ絶景、山と海が。島すげえな。すごいな、津島。ええー、とこだね。ねええー、とこっすね、おちゃんさんの領地。ええー、やろ、津島を。おーちゃん、津島はええとこだでね、ほんとに。津島山猫じゃないのか、あれ。え、マジですか、津島山猫。あ、津島山猫じゃないの。津島山猫だろ、あれ。あの毛だもの。毛だものですね。ぽいですね、なんか模様、キジトラだし。対馬山猫じゃねえの、あれが。天然記念物じゃん、これ。特別天然記念物じゃん。やばいやばいやばい、特別天然記念物や。ほら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 。特別天然記念物や、とら。あれ、道路にさ、道路におんのよ。道路に出てきてん、あれ。やばいやばい。引かれるぞ、お前。あ、そうそうそう、そっち行き、そっち行き。うーわ、ヒロポ、特別天然記念物や。やったー、よっしゃー、よっしゃー。どうや、この景色。すごいやろ。景色。絶景やろが。なんだこれ。これが対馬の絶景だよ。やば。対馬の最南端だ、ここが。なんかでっかいゴキブリ。マジで。あ、ゴキブリじゃないんだ。船虫だよこれ。船虫だ。岩ゴキブリ、岩ゴキブリ。うわ、船虫。あ、かわいいな、船虫。岩ゴキブリ。うわ、うわ、うわ、岩ゴキブリ捕まえた。綺麗な色してますね、これ。ね、いい色してるね、岩ゴキブリ。これをね、針につけて堤防から落とすとね、もういろんな魚がバクバクなんでね、いい餌ですよ。海あそこよ。海あそこよ。こんなところまで登ってくるんですね、ここまで。こんなところまで登ってきたの、この子。すごくね。いや、こっちにもいますよ、ほら。お、でかいでかいでかい。いい色しとんな。すごい、なんか色合いが綺麗やな、船虫。ここあそこ、あそこが最果て。ねー、すごいっしょ、これ。ほら。もし栄一郎がロケしてる直接。どうや、すごいやろこれ。これやばいわ。荒木、立ち入り禁止か、これは。壊れとんだ、自然柵が。やばいぞ。あ、土砂崩れたんだ、あっちが。うわ、土砂崩れた。あ、それは入んない方がいいぞ。うわ、ちょっとこれ危ない、やめとこう。ここ対馬最南端の岬なんですけどね、風がやばいです。もうここ遮るもんないんで、吹きさらしなんですよ。とんでもないの、今風がやばい。ない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 、なんかこれ、バッタがおった。なんだ、なんだ、何のなんだ、何の、あ、土イナゴ、土イナゴ。土イナゴですか、これ。土イナゴだ。見たことないですけど。土イナゴ、土イナゴ。こんなでかいの。うん、でかいでかい。いや、土イナゴ本州にもおるぞ。え、います、こんな。おるおる。これ、成虫越冬でね、春に成虫が交尾するんすよ。一瞬、車バッタもどきかと思ったんですけど、こんな。土イナゴですわ。はぁ。ちょくちょくおるで。本当ですか。うん。ありがとうございます。
黒タマムシじゃね。すげえタマムシだ。綺麗だね黒タマムシ。こんな風強い中タマムシ佇んでますけど。すごいね。黒タマムシ。綺麗だろ。あ、だ大丈夫かお前。飛ばされんだよ。危ないぞ。危ない。危ないぞ。危ないんだよ。すごいからなここ風が。風がお前。危ないぞ。危ないぞ。大丈夫か。うん、あそっち降りてくの。降りてくの。気をつけなよマジで。危ないから。本当に。なんだ中おる。あ、ケダモノじゃん。ケダモノですね。さっきのやつとはなんかちょっと違うな。シマヤマネコですね。シマヤマネコだ。特別天然記念物。あ、よかった、引かんで。危ないよ、これ。引いたら。めっちゃこっち見てる。うわぁ、けだものおったわ、また。あ、津島。結構おんだなぁ。津島ヤマネコ。あ、でも結構さっきのやつじゃん、これ。さっきのやつじゃん。いや、すごいさっきのやつですよね。あ、またや、危ねえ。ストーカーされてんじゃん。ストーカーされとるな、これ。とんでもねえな。激流だよ。見ろ、これが津島の激流だ。わぁ、激しい。岩盤の上を水が流れてるんだよ。すごいですね。うわうわうわ、あ、下が見えてる。怖い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 。危ない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 、ポキッと行くぞ。危ない危ない危ない、怖い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 。イカ回ってますよ、あれ。すげえ。これエビエビエビ。青大将青大将、待って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 、よっしゃ。うわ、またまたまた、わっしゃわっしゃ、でかい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 。青大将だろ、これ。でかいでかい。え、めっちゃでかいんやけど。めっちゃでかいっすね。よし、いけるか。あ、噛まれた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 、よし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 、よし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 、大丈夫かお前。ちょっと手に穴開きました。痛いやろ、このサイズ。あった。うわ、でっけえ。でかい。うわ、でっけえ。ほら、見てこの色、色と顔。かっこよくない？いや、青大将ですね。うわ、かっこいい。エビおると思って走っとったなんて、おったかや。やべ、すごい締め付け。なんかあの、血圧測る機械みたい。すごいすごい締め付けっすよ、ヒロポンさん。これ対馬青大将だ、これが。いや、かっこいい。ちょっと黒みがかって結構いい色してない？いい色してますね。あ、お前よ、ヘビおるとこサンダルで来るな。すん、あー、尻尾の付け根だいぶ太いんで、この子オスですね。ここがね、総排泄口って言って、あのうんちとかするとこなんですけども、お尻の穴なんですけども、ここメスはね、ここから一気に尻尾が細くなってるんですよね。でもそうなってないので、この子はオスですね。男の子。男の子ですね。立派なオス、青大将のオス。あー、また締めてきた。ごめん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 。ちょっとやってみるか。気持ちいいぞ、気持ちいい。うわ強い。やろ、強い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 。気持ちいいか。うわ気持ちいい。強いですね、本当に。血圧が、うわギュッときとる。ギュッと締められとるやろ。あー、そう、あー、2メーター近くあるな。2メーター近くありますね、この青大将。ヒロポンさん、青大将いらないってことなんで、この子このままリリースしちゃいます。ちょっとこの辺でね。よし、しかしすごい立派で、これムチムチで。何食ってこんなムチムチになったやろ。ほら、うわー、締めとる締めとる。よし、もういいよもういいよ、ほどいてほどいて。逃がす前に一回結んでみるか。ごめんごめん、一回だけ一回だけ一回だけ。よし、うら。じゃあこの結んだ状態で話してみましょう。あ、もうちょっとしっかり結んで。はい、行くよ行くよ。危ない。一瞬で、一瞬でほどいて逃げる逃げる。ごめんね、バイバイ、ごめんね、バイバイ。あ、檻の中にトラップを仕掛けていきます。使う道具はこれですね。これで土をホリホリして穴を掘ります。で、その穴にこのプラカップを1個ずつ埋めていって、それでお酢とカルピスを入れます。お酢はもちろんこれですよ、いろいろ使える簡単酢。これでね、簡単に取れますから。いろいろ使えるっていうことは、こういうトラップの餌としても使えるということですからね。ほんとこれカルピスの原液ですね。もう原液のままぶち込みます。お酢とカルピスって強いですからね。じゃあ掘っていきましょうか。120個あるんですよ、120個。やばくない？だからヒロポンさんと今から2人で、ね、手分けして1人60個ずつ埋めていきます。寝るヒロポン、お前やったらい。じゃあこの辺りから行きましょうか。ここここ俺はまあ着きましょう。あんまり規制上げてるとね、まあ人気ないんで、まあいいと思いますけども、そう、あのもし万一人来た時に、ね、怪しまれちゃうんで、ちょっと落ち着いてやりましょう。ふっ、周りを埋めます。す、ほっ、ちょっとでいいですからね。
ぎないな。1人60個ちょっときついわ。あ、ここ柔らかい。ああ、終わった。やりきりました。私とヒロポンさんで60個ずつ計120個埋めました。疲れたね。あー、明日の朝が楽しみじゃ。ちょっとテムシの幼虫がおる。うわー、逃げる逃げる逃げる。ヒロポンさん、カメラどこに落としたんや、お前。どこ落としたんや、お前。でも来た、ここ来た時はさ、あったじゃん。ありましたね。さっきの場所でもあったやろ、まだ。あの、マイマイガー見つけたところ。マイマイガー幼虫見つけたところも、まだあったんやろ。ってことは、こっから先やよ。フェンス沿い忍者ごっこしたんですけども、その辺がね、だいぶ怪しめですね。あったんか。ありました。あった。あ、よかった、ね。ありました、マジ。すごい。いや、もうずっと電源ついたままで、こんな感じで落ちてたみたいで。こんなとこ落ちて、無線つながった。いや、無線つながってですね、こっちに画像が出るんですよ。おー、それでわかったんや。で、なんか草が映ってて。まあ、こう、茂みのとこ落ちとったんやな。で、ここの辺をすごい、あの、ウォーサーをしてたら、なんか影が、うん、見えたんですよ。おー、あ、俺の影だと思って、ここは絶対この辺だと思って見たら、こんな感じで落ちてて。おいや、これもう電池終わりかけのサイン出てて、あと多分30分ぐらい遅かったら電池終わって、もう無線繋がんなくて。よかったな、お前。繋がんなかったとこでした。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よかったね、お前の2万円が。本当に2万円、お前のデータが、2万円とデータが返ってきました。もう落とすなよ。もう絶対落とさない。あー、もう絶対落とさない。飯食うか。食いますか。夕飯にしよう。夕食だ。助かった。よかったね。昼と同じところですね。ヒロポンさん、今日海鮮丼、今回海鮮丼なヒロポンさん。今回海鮮丼で、もう刺身食いたくて、もうおちゃんさんの見て食いてる。あ、でもエビはあげます。あ、そっか、アレルギーだったら。はい、わかりました。昆虫食べるためにエビは控えてるんです。山わさびですよ、また皆さん。これアジプリプリの、これ多分ヒラマサだね。カンパチで、タイで、これ島アジっぽいで、イカちゃんね、イケスのイカかな。よし、食べようか。いただきます。タイちゃんからね。タイちゃんから、タイちゃん、アワビかな。ちょっと醤油が、うん、そうそう、醤油っていうか海鮮タレって書いてある。海鮮タレ、うぇ、うぇ、いただきます。うん、まっ。プリプリ。あー、お腹いっぱい。ちょっと風呂入って一眠りしてから夜の最初行こうかい。うん、ちょっと寝ましょう。よし、じゃあ宿行く。行く。まだイカおるな、イケスのイカ。お前らのお仲間、美味しかったね。うわ、めっちゃ綺麗やな、夕焼けが。この摩天楼も上が見えんぞ。やっかいですね。対馬一応高層ビル、もう見上げた、首痛なるもん。チェックインしました。ここが対馬で一番高い建物ですね。一番高いビル、伊豆原の東洋公園ですね。これ見てください。もう地上がね、あんなに遠いんですよね。1時間ほど仮眠を取りました。今から夜の山に行きます。行くぜ！行くぜ！なんかいいもん来とるとええな、トラップ。トラップ来てるといいですね。楽しみだな。バーゲモン取ったらいい。取っちゃれ！取れ！じゃあですね、山道、夜の山ね、イノシシとかに気をつけて行きましょう。今山道走ってますけどね、夜は何出てくるかわからないんでね、気をつけてくださいよ、皆さんも。怖いよ、夜は。ゴースト出んじゃねえの。赤股。赤股じゃん、この子。わあ、待て待て、赤股。赤股だろ。臭いのよ、この子が。すげえ。よっしゃ、蛇おったよ。初めて見た。なんかニョロンっておったからさ、蛇かなって思ったら、やっぱ蛇やった。きれい。いや、ほんと臭いんですか。くっせえよ、これ。ここ嗅いでみ、この。これ臭いやろ。あ、臭いのよ。臭いのつけられた。臭い。これいい顔しとるね、この子。あ、可愛いな。あ、怖。うわうわうわ、あら。いやいや、ほらほら、怒って怒って。可愛いね、この子。可愛い、可愛いね、本当に。可愛いね、君。可愛いね、臭いけど。口輪の穴のところに臭腺っていうのがありましてね、そこから臭い液体出すんですよね。ジムグリも臭かった。大丈夫か。臭もろに嗅いちゃった。入れて、おし、ラララ、入れ入れ、あぶない、よし、入れ入れ入れ、あらいな、よし、入れ入れ、よし、入った、おお、入ったよ、
撮りましたよ、皆さん。すごい。はい。入った。うわ。暴れと。暴れと。めっちゃペチペチやっと。わあ、かわいい。切れとる切れとる。うわあ、かわいいなこれ。ねえ。いい色しとるわ、やば。うわ、かわいい。おお、いいね、この、この顔。あ、すげえ。え？おい！びっくりした。びっくりした。あごめんね、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 岡田ちゃん、バイバイ。なんか闇のオーラまとった感じ、感じで闇のオーラやこれ。お、王ちゃんさんに近づくたびに近づくな、え俺に近づくな犬が吠えとる犬がほら、匂いに反応して犬が吠えとんだ。臭いぞ、近づくなって言って犬がワンワン吠えてますね。やばいぞ、お前トイレでね、赤股の匂いついた腕洗ってたらヤモリがいましたわ。いや、森がいましたわ。ごめんね、逃がしてあげるわ。はい、バイバイ。バイバイ、大丈夫？大丈夫？おお、おお、ボテボテだな。このほっぺのところにね、カルシウムを溜めてるんですよ、あれ。カルシウム溜まってますね。あのカルシウムで卵の殻を作って産むんですね、多分。夜の公園探索していきましょうか、じゃあ。いつもかで。めっちゃでかいっすよ、これ。やばいやばいやばい。うわ、危ない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 。待って待って待って。うわ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 。よっしゃ。捕まえた、ほら捕まえました。お客さん用ピンセット、便利なのよ。うわ、切れてる切れてる。ぶち切れですね、これ。ぶち切れだ。どうするの、このムカデ。食べるの。いや買いますかね。やばいやばい。危ない。ちょっとこれ容器に、容器茶毒画の幼虫がいっぱいいますね。力にかけてますね。大丈夫か。ちょっと避けといてやりますか。避けといてあるか、さすがに。こっち、ほら、ほら、あ、まだ元気だ。大丈夫そうだな。あとは自力でなんとかせい。あ、ダニついとる、これ。ほら、赤いダニみたいなのがついとるぞ。ザトウムシめっちゃダニついてますね。キリのメスですね、あれ。メスの幼虫がいますね、あれ。かっこいいな、色が。あれがシャクトリムシを捕食しとる、これ。シャクトリムシの残骸だな。吸い殻みたいになって、ほら。うわ、シャクトリムシ捕食されとるわ。やっぱムカデ食うんやな、こういうの。あそこシャクトリムシ頭だけ残ってて、で消化管はなんか食べないみたいですね。消化管でつながった頭がぶら下がってます。残酷やん、残酷。あ、下に落ちた体液、アリが舐めとる。これ結構残酷なシーンだな。うわ、食物連鎖を感じる。残酷。わかりますか、あれ。シャクトリムシの頭がね、消化管としてつながってるんですよ。多分なんか、あの未消化のものとかが詰まっとって美味しくないんだろうな、消化管は。それで残すんですね。頭は硬いから残すんでしょうね。夜恐ろしいわ。あ、マイマイガの幼虫おった、これ。闇のオーラをまとったニャッキ。じゃあだいぶ夜中になってきたんでね、帰りましょうか。もう12時ぐらいやわ。明日早朝トラップ回収しに行かないといけないんでね。今日は宿に戻って寝ます。食べたね、ヒロポン。疲れましたね。じゃあちょっと風呂入ってね。もうくせえ、赤股臭い。よし、じゃあおやすみ。風呂入ってようやく赤に落ちました。じゃあ寝ます。おやすみ。グオーグオースピースピーグオーグオースピースピー。おはようございます、ヒロポンさん。大丈夫かい？2時間、1時間ぐらいしか寝てないです。全然寝れないじゃん。とりあえずは行くぞ。昨日仕掛けたトラップ、今から120個見ていきます。まずここは何も入ってにゃい。これは、あ、これはツシマオサムシかな。ツシマオサムシ。ツシマオサムシだな。ツシマオサムシだ。ツシマオサムシ、ヒメオサムシのツシマア種。なんかプワンプワンですね。そう、卵持っとる。ポンポンだ。卵持ってんのはかわいそうだから逃がしてやるか、これ。このまんま。よし、いっぱい卵埋めよ。いい子埋めよ。ああ、よしよし、いけ。いいおさむしです。でこれ、あ、獣が、ケダモノが掘り返しとる。これケダモノが掘っとる。ほら、あ、その杉もケダモノ掘っとる。あ、イノシシが来るんだな、やっぱり。これは入ってない。あ、なんか溺れてる。あー、ツシマオサムシだ、また。あっ、おっ、入っとる。あっ、入っとる。きっ
たこれでも獣物が抜いとるのに引っこ抜かれる前に入って獣が獣が引っこ抜いても中に入り続けてたんじゃないですか。やりました。赤いですね。いやどんなこれ美しい。うわ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 ほら見ろこれ呼吸する芸術ですわ。これ対馬かぶりもどきですよ皆さん。これが伝説の、そう、日本に生息する唯一のかぶりもどきですね。あくさあくさ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 の液を出して、よっしゃあのこれ取りたかったんですよ皆さん。これを取りたかったの。これを取りに来たんだよ。うわあ待って、おった、よっしゃヒロポンやったよ。おったよ、また。いや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 、笑いが止まりませんな。しゃしゃしゃ、いや2時間しか寝てないけどめっちゃ目覚めた。これヒロポンさん、これ姫大黒小金っすよ。姫大黒小金ですね。対馬ならではの姫大黒小金。これうんち虫。いやこれ持って帰りますか、標本にしようか。あ、また入っとる。カブリモドキ、ほら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 。すごいすごいすごい。うれぇ、これが対馬カブリモドキじゃん。ちょっと、次は。あ、なんか入っとる。あ、これは対馬オサムシだな。対馬オサムシだな。これ、引っこ抜かれとるな、毛玉の。やられとる。あ、オオゾウムシが入っとる。オオゾウムシ。ほらほらほら。お前は、今でも取りでもいなさい。あ、何この、あ、ナメクジじゃん、オレンジのナメクジが。対馬ナメクジ、これ対馬固有種。とんでもないものがトラップにかかろうとしとる。対馬ナメクジ、うん、対馬ナメクジよ、これ。うんちみたいですね。本体はオレンジなんですけど、お目目とか黒いんですよね。あ、可愛いですね。可愛いでしょ。お目当ての対馬かぶりもどきは4匹かかってましたね。1匹は溺れちゃってたんですけども、残り3匹は生きてますのでね、これは、まあ、持って帰って買うか買おうか。まあまだね、もう一晩ありますので、明日またちょろっと取れると思いますけどね。これとんでもないよ、これ芸術ほんとに。とんでもない、これとんでもない。一晩目は4匹ですね。明日ね、ブリブリ取れると思いますのでね、もう一晩あのトラップあのままにしておきます。だから獣に引っこ抜かれたやつは穴掘って埋め戻しておきます。カルビカキのやつにオスを補充してあげて、もう一晩やってみよう。そしたら多分同じぐらい取れるだろう。ここがね、なんか動いてましたよさっき。え、マジで？見てください、ほらほら。あ、すごい、生きとるやん。生きてる。あんだけ溺れてたのに。あ、すごい、あ、割とガッツリ生きとるやん。いいね、かっこいいね、姫大コッコがね。カブトムシみたいですよね。これ対馬ならではだよ。これが対馬だよ。来たくなりますね。すごいわ。しかしこいつ強いな。てっきりさ、完全に死んどるかと思ったんやけど、もう無理だと思った。復活してきたね。宿に戻って朝食を食べました。今から上津島に行きます。上の島に行きます。津島って上津島と下津島に分かれてるんですけども、上の方、上津島に今から行きます。ここが満席だよ。あー、来ましたね。この橋を越えると上島、上津島だ。上津島入りましたね。やばい、この木柏マイマイだらけ。ほら、いっぱいおる。うわうわ、樹皮に赤い飛び虫がいますね。おった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 、朝鮮豆ハミを葉っぱ食べとる。草食べてますね。もしゃもしゃ、これ結構大きい個体ですよ。おったんだ、ここにも。来ました、朝鮮豆ハミを。おるんだね。なんかスミレかな、あの葉っぱ。スミレっぽい葉っぱを食べてますね。お、またおった、またおった。かっこいいね。ほら見てください、このフォルムかっこいいでしょ。朝鮮豆半苗、これはオスだな。ここもいますね、朝鮮豆半苗。去年ここで探した時はいなかったんですけどね、今年は当たり年みたいですね。去年の見立ては正しかったということです。ここ草原でバッタがいっぱいいるんですよ。豆半苗の仲間ってバッタの卵に寄生するので、バッタがたくさんいるところにいるんですよね。ここはね、いっぱいいると思います。多分トノサマバッタに寄生するんだろうな。今トノサマバッタね、結構大きい幼虫で、もうすぐ成虫になって卵を産むんですけれども、ちょうどその時期にこいつらの卵が帰ってくるような、そういうサイクルになってるんですね。かっこいいカミキリムシがいますが、何でしょうこれ。これだよ。
あ、ほら、うわー、すごい、高いでしょ。あ、かっこいい。これがハラアカコブカミキリだ、お前。うわ、かっこいい。コブみたいな毛が生えとって、で、腹側に赤い模様があるのよ。いいでしょ、これカラーリング。かっこいいやろ。めっちゃカラーリングかっこいいし、ごっついし。対馬ならではだよ、これ。これかっこいいなぁ。うんち虫めっちゃ大量だなぁ。飛んじゃう、飛んじゃう。すごいなぁ。これうんち虫だらけだ。最高ですわ。あ、またいた。またあった。長野よちがあるな。与党系かななんかわからんけども。やばそう。危ない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 。なんか顔真っ赤ですね。うわ、ボディの模様もちょっとバカバカしい。うわ、ボテボテだな。うわ、危ない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 。これはツシマフトギスですね。ツシマ固有のツシマフトギスで、あ、おるおるおる、やぶきりやぶきり、待て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 、逃げろ逃げるな。よし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 、抑えた抑えた抑えた、やばい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 、めっちゃかっこいい。このやこれ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 やばくね、これこの色、ほら、痛い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 、ほら、かっこいい。これ足が黒い、痛い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 、黒足ヤブキリだわこれ。黒足ヤブキリって呼んでますけど、種類は普通のヤブキリですね。これ対馬のヤブキリ、なんか足黒いのいるんですよ。これいいぞ、これかっこいいわ。これはいい虫ですわ。よし、じゃあこれ確保。この水たまりは玉じゃくしおんで、ほら、うれうれうれ、ほら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 、よく見たらさ、おんねん、お玉が、ほら、おるやろ、ポポポ、ほら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 、いっぱいおる。めっちゃつってお玉じゃく、干上がりそうで干上がらないんだね。すごいね、ここね、駐車場のくぼみなんですけどね、くぼんだとこ水たまっちゃって、それがね、干上がらずに長期間あるものですから、カエルさんが卵産んじゃったんですね。ヤブキリの幼虫がいますね。これは足が黒くねえな。 あいつめっちゃ黒いですよ。よし、捕まえた。お、取りました。痛い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 。うわ、あ、この子も足が黒い。かっこいいね。この子もオスだね。かっこいいですね。ほら、かっこいい。あ、痛い痛い痛い。黒足ヤブキリですね。ツシマスベトカゲを捕まえました。かわいいでちゅね。あ、この子ね、尻尾の中ほどが切れて、そこから再生してますね。再生尻尾ですね。かわいいね、ツシマスベトカゲ。スベちゃんかわいいんですよ。これはハラアカコブカミキリではなくて、ゴマフカミキリですね。めっちゃかっこいいハサミムシがいますね。カナフシがいますね。あれ、まだ幼虫だ、ちっちゃいね。カメムシが交尾してます。テントウムシの幼虫ですね。何テントウかわかりませんけども、テントウムシの仲間です。物を探し求めているようですね。お便所るのにエゾスズメがいますね。よしよし、出してあげよう。これうわ、戦闘機みたいでかっこいいんですよ。ほら、かっこいいかっこいい。ほら、うわ、かっこいいかっこいい。よし、ちょっとあっちの方の茂みに逃がしてあげよう。じゃあここに逃がしてあげる。はいはい、逃がしてあげる。バイバイ。こうかっこいいの。いいね、元気でな。ほら、キボシカミキリですね。まあ、近くにクワの木ありますからね。キボシまたおった。捕まえました、キボシちゃん。どうすんだそれ。せっかくだから噛まれてみようかなと思って。噛まれるんか。あ、痛い痛い痛い。あー、やばいやばい、危ない危ない危ない。ほら、噛め、ほら噛め、もっと噛め、もっと噛んでくれ。ほらほらほら、痛い、気持ちいい。あ、痛い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 。あー、気持ちいい、気持ちいい。ってやつですね。ハラスアゲハだね。綺麗やな。綺麗ですね。ハラスアゲハが花に来てます。綺麗ですね。あとだ、ここね、和田積神社っていう、和田積か、和田積神社っていう神社なんですけどね、海に向かってこう鳥居が伸びてるんですよ。鳥居がね、あの沖にもう一個あったんですけども、去年の台風でもげちゃってね、倒れちゃったんですよね。それで今、立て直すのかな、工事中みたいですね。今潮が引いちゃってますけど、これ潮が満ちてくると海の中からあの鳥居が突き出して見えるんですよ。ひろぽんさん来ましたよ、我々のランチが。美味しいですね、サザエさんですよ。ちなみにね、あの皆さんの国民的アニメのサザエさんの、あのサザエさんね、フグ田サザエさん、あの人24歳ですからね。設定見えないでしょ。獣に引っこ抜かれてたやつを違う場所に穴掘って埋め直しました。帰ってきた摩天楼に。ちょっとね、今から洗濯しますわ。非常口のとこに青色がいますね。でもこれ非常時以外開けちゃダメなんでしょうね。あれは青色おるよ。ほら、青色が、いやー、
ダメだよ、非常口やから開けたらあかんで。雨降って気温低いんでね、ちょっと夜はおとなしくしてましょう。もう今日は寝ます、ちょっと寝不足気味なんでね、この機会にしっかり寝ておいて明日の朝トラップを回収しに行きます。ございます。ここは宿の裏流れてる川ですね。なんだあれは、なんか細長い、あれなんだ、うなぎか、なんだあれは。やべえぞ、ガスっとる、霧がほら、やばいやばいやばい、やめっちゃミストですわこれ。うわ、ちょっと森の中やかまだましやけど、これこの森の外ノームなんですよ。たまに森の中に霧が入ってくる。危ない危ない危ない。あーやばい、上に上がったら濃くなってきた、もやが濃ゆくなってきたよ。ほらほらほら、先が見えない、これはやばいぞ、なんか不気味だな、朝もやって。朝もや怖いっすね。なんか出てはいけないものが出てきそうな気がする。やべえ、すごい不気味、なんか出るぞこれ。うわー、なんか出そう、ほんと化け物降りそうこれ、怖っ。いや確かこの辺からなんすけど、掘り返されとるだ、なんか入っとるか、なんもいないですね。めっちゃ荒らされとる、うーわ、オサムシが溺れとる、生きとるだ、オサムシ、ツシマオサムシが生きてますわ。あ、これは、ここはどこじゃ、ここはどうじゃ、これも入っておらぬか、入っておらぬか、入っておらぬな。ああ、ここはどこ、どうじゃ、水が溜まっておるの、入っておらぬの、入っておらぬの。じゃあここはどうじゃ、これはどうじゃ、あ、あ、あ、入ってない、入っておらぬぞ。あ、かぶりもどき、おー、生きとるか、生きとるか、素晴らしい。お、生きとる生きとる生きとる、ほら、生きてます、生きてますよ、ヒロポンさん、かぶりもどき。今日はゼロじゃなかった、ゼロじゃなかったけど、厳しいな、ちょっと諦め、半分諦めムードでしたけど、よっしゃー、取ったから勝ちですね、これ。よし、ちょっともう抜いて、回収していってます、今。うわ、はい、なあ、泣かないとるよ、鳥さんが、ギャーギャー言ってこういうのが不気味な朝もやの中でさ、ギャーギャー言ってんじゃねえかわいそうや、向こうが向こうが怯えとる入ってねえだ、あ、入って、あと、ちょっと入ってねえか、まだ入っとる？おーっしゃー、おーっしゃー、おーっしゃー、また入っとる、よっしゃー、かぶりもどき本日2匹目。うわ、ブリブリ、これ立派、うわ、待って待って待って、こいつでかいっすね、溺れてねえな、よかったよかった、立派、かぶりもどき。雨降っちゃうとね、溺れちゃうかと思ったけど、あー、やべ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 、どうや、あ、なんか、あ、また姫大国小金じゃねえか、これ、本当ですか、ほら、溺れてそうやけど、これまた復活してくんじゃね、ほら、してきてくれたら、ほら、姫大黒小金だろ、それ、姫大黒小金ですね、うん、これ、埋めたカップを全部回収しました。あと、周りにある古いカップもね、ついでに拾ってきました。結構、獣に荒らされとったん、今日、とんでもない、もう獣がさ、中に美味しそうなものが入っとるからさ、お酢、あれ、いろいろ使える簡単酢ってね、お砂糖入ってるんですよね、甘いんですよ、だから、それでね、もう、みたいな感じで食い散らかしちゃったんですね。それでね、3分の1ぐらい荒らされてましたね、とんでもない。皆さん、こういうトラップを仕掛けたら、必ず仕掛けたカップは回収してくださいね。そうじゃないとずっと残り続けてゴミになるんでね。かぶりもどき2匹と姫大黒小金をお持ち帰りします、今日は。あー、待って待って、姫大黒小金ね、結局また復活しました、この子も。いや、強いですね、こいつ、こいつら強えな、溺れても復活するんやな、ほら、もう完全復活しと、ムッチムシ。ゆうべね、雨降っちゃって、コンディション悪かったのと、獣にね、荒らされちゃったのでね、取れは悪かったんですけれども、それでもね、かぶりもどき2匹取れました。今、メトロポリス、伊豆原に戻ってきたんですけども、なんか、朝の登校タイムで、おきず様がいっぱい歩いてるんですよ。まあ、映しませんけどね。あっち側の歩道をね、キッズが結構歩いてたんですよね。よく考えたらさ、小学生ってめっちゃ早起きじゃね、よく起きられるような、こんな時間に虫も取らんのによく起きられるな、すげえな、キッズって早起きだよ、毎日毎日さ、7時半やよ、
7時ぐらいに起きてさ、ほんで家出てくるわけでしょ。すごいよね、偉いね子供たち。見てください、このエレベーター、ほらほらほら、いっぱい階があるの、すごいでしょこの摩天楼。雨止みましたね。今日の2時にレンタカー返さないといけないんでね、ほぼ今日の午前中だけですけれども、がっつり最後やりますよ。また上島行くぜ。上島に再突入。対馬太鱗取らないかんから、取りたいんやろ、いっぱい取りたいです、いっぱい落ち。じゃあ上島で取ろう。ここ、この橋渡ったら上対馬じゃー。しゃー、ちょっと対馬太鱗探していきましょうか。ここで昨日も来たとこなんですけども、ここね、対馬太鱗さん、対馬固有のぶっといキリギリスがいるんですよ。どうだね、どうだね、いないのか。雨降るとかか…あ、おった、あ、どっか行っちゃった。ザトウムシが毛虫捕食してますね。マイバイガの幼虫かな、これ。このザトウムシは足が短めですね。あ、足に何ついと、うーわ、捕まえました。これは産卵管伸びてるんでメスですね。なんか今日動き鈍いですね、全然跳ねません。昨日はこの辺にぴょこぴょこいっぱいいたんですけどね、今日はね、あんまり表面に出てきてなくて、たまにいるんですけど、いるやつめちゃくちゃ動きとろいですね。あった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 。あの雲すごいな。これね、このクモちゃんの巣なんですけども、食べかすとかゴミをつなぎ合わせてね、なんかこう細長いゴミの塊作ってるんですよ。その塊の色にそっくりな模様してます。ほら、カモフラしてるんですね、この子。ちっちゃいカマキリのバブですね、あれは。ちっちゃいムカデおる、あれ、あそこ取れるかな。巨大トビズムカデを捕まえました。これ対馬トビズムカデですね。これはめっちゃでかいっすね、これ。でかい、やばいよ、めっちゃ怖かったもん、捕まえるとき。超凶暴。対馬のトビズムカデってめっちゃ凶暴なんですよ。一昨年ね、ゲリちゃんとここにキャンプに来たんですけど、ここじゃないけど、厳密対馬でキャンプした時で、何もしてないのよ私、ムカデに噛まれたんですよ。ひどくないっすか。とんでもない、めちゃくちゃ凶暴なの。この子は、まあ、持って帰って買おうかな、せっかくやから。もうこんなコオロギとかやっとけばね、簡単に飼えるんで、まあ、ペットにします。この子は虚無化で。危ない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 。またカマキリのバブおるやんけ。これはツチイナゴですね。成虫で越冬するバッタです。結構かっこいいでしょ。ほら、ツチイナゴ。これは多分メスかな。ブリブリのメスですね。横綱サシガメがいますね、こんなところに。対馬にもおんねんな。マイマイガの幼虫が木を登ってきてますね。あー、そっか、じゃあこいつはマイマイガの幼虫を待ち構えてるんですね。こいつ。あ、そう。これシャチホコガ科の何かやと思うんやけどな。危ないぞ。危ない。危ないぞ。危ない。なんかすげえトゲトゲしてますね。トゲトゲしてる。これ刺さるの？刺さるの？結構硬いですよ。あ、硬い。痛い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 。普通に硬いわこのトゲ。え、なんかよく見たらさ、なんかつぶつぶついてんねんけど、これ。ついてますね。これさ、寄生バチの卵か幼虫じゃねえのこれ。うわ。寄生されとんじゃないのこいつ。えぐいて。えぐい。えぐいってこれ。これ寄生されてんですかねこれ。寄生されとんだわ。これ絶対卵ですね。よく見てみたんですけど、ダニではないようですね。これ寄生バチが卵産んだんだわ。シャタテムシがいますね、これ。ジョパさん、言いましたよ。いた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 。あそこあそこ、これ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 。うわ、これかっこいい、これ。これだわ、ヒロポン。これですな。カラアカコブカミキリ。大陸系の虫でね、日本にはもともと対馬にしかいなかったんですけども、なんかちょくちょく本土にも入ってってるみたいですね、外来種として。いつもよし、来い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 、よし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 、ほら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 、見ろこのこの色。うわ、かっこいい。これかっこいい。これかっこいい。裏側こんなね、裏側がめっちゃかっこいいのよ。背中側になんかコブみたいなふさふさの毛が2つね塊であるんですよ。毛の塊がね、ふさふさ、それがコブに見えるんで、コブ、ね、で腹側がなんか赤っぽい模様あるんで腹赤ですね、腹赤コブカミキリ。
あ、可愛いですね。可愛いね。これもハムスターですね。そうや、毛生えとるからな。うん、毛生えてたらね、ハムスターですからね。ハムスターだな、これも。ボザ、なんだこれ。取りすぎちゃう。これ全部シマフトギスやん。お前。大乱獲してた。大乱獲やぞ、お前。横田さん、来ました、俺たちの昼食が。俺たちの昼食来ましたね。アジの頭がついとる。アジの頭ついてますね。ね、危ない。死んだ魚の目になってますね。ではこの死んだ目をしているアジから食べます。うん、プリプリ。今日はお茶に天ぷらつけませんからね。この間間違えてつけてん。こっち、ごちそうさま。相変わらず死んだ魚のような目をしてますね。自分の肉食われる気分はどんな気分だろうな。もう死んどるけども。今日もイカちゃんが泳いでますね。君らのお仲間美味しかったよ。あ、おい、ワミ。ウォミだ。ウォミです。これが俺たちの海。これが宇宙領土の海だよ。なかなか生かすっしょ。生かす。ほらほら、きれい、水が澄んどるよ。水めっちゃ澄んどる。あ、今日めっちゃ潮位低いな。潮位が低いぞ。ほら、あんなとこまで露出しとる。うわー、海ゴキブリがおるよ。あんなとこまで行けるわ。うわー、うわー。どうですか皆さん、この海。これが対馬の海ですよ。もう何回来ても感動するよ、この海。もう、ね、今回の旅ね、これで終わりなんですけど、今からレンタカー返して飛行機で九州まで戻るんですけども、いつもね、最後ここ来るともう旅終わっちゃうなってしんみりした気分になるんですよ。でも見てください、この海綺麗でしょ。もうまた私ここに戻ってきますから、この綺麗な海にね。対馬は私の領地なんで、うちの領国なんで、絶対また戻ってくるんで。対馬のみんな、対馬のみんな、また待っててくれよ。撮っとったんか。船虫撮ってました。対馬海ゴキブリを。対馬海ゴキブリを。あ、急に船虫目覚めたな。船虫よく見たらすげえ魅力的な生物だったんで。そうか、ね、心がピョンピョンしちゃってね。そうか、船虫買いますわ。海の近く行ったら大体おるから船虫。よかったな、対馬じゃなくて取れるから安心していいよ。もうレンタカー返さないと飛行機に乗り遅れちゃう。空港にやってきました。もうすぐ対馬とおさらばですね。もうすぐ本土に帰れるぜ。いやー、帰っちゃうのは寂しいですね。結構ハードでしたけど、どうでしたか。いや、疲れましたね。限界でしたけど、やりきったね。やりきりました。いろんなものを取りきった、ね、目指したものは大体取りましたから、ね。気をつけて乗り継ぎ。ありがとう。あ、じゃあ気をつけて。ありがとうございます。